それでは型紙を作っていきます。表示されている長さと同じようにこういうふうに枠を作っていただいてから製図をしていきます。一旦停止してね、見てください。じゃあまず一番わかりやすい部分で肩の部分ですね。これが前、これが前と後ろになります。でこのちっちゃい枠ですね、これの対直線上をよいしょ結びます。で次は襟ですね。襟は、まあ、滑らかな線を引いてもらえればいいんですけど、ここは輪っかにして切るので、ここがねこんな感じになってると V ネックになってしまうんですよね。なので5ミリぐらいはまっすぐに、ここの横と直角になった方が輪っかにして広げた時に綺麗な形になっています。こんな感じにしましょうかね。ちょっといらないところ消していった方が分かりやすいので消していきますね。皆さんは別に消さなくてもいいと思います。じゃあもう一気に前身頃やっちゃいますね。こことこことここをつないでいきます。これで前身頃ですね。で後ろ身頃の方もここの穴の部分だけちょっと見返しをつけていきます。2センチ、この2センチぐるっと大きくラインを書いて、こういう感じ。これ見返しですね。ここには接着芯をつけていきます。ではここの周りはぐるっと袖と襟、ここはバイアステープをつけていくので縫い代はなしですね。他は、縫い代をつけていってください。なんで、で直接布に書いていってもいいし、今ここで書いてやっていっても大丈夫です。こういった場合の縫い代の付け方ですね。で縫い代を片方に倒すんだったら片方のカーブに合わせて縫い代をつけていった方がいいし、こうパカって割るんだったら前身頃のここにカーブに合わせた縫い代をつけるっていうのが一般的です。まあ、後で切っちゃっても大丈夫なのでそこは気にしなくてもいいかなとは思いますが、作り方として一番簡単なのはこの今書いたね出来上がり線の方で折ってもらってカーブに合わせてラインを引いてもらいます。そしたらここのねカーブが写されたっていうことなんですけど、されたってことなんで、これで1センチ、下フリルで作ったやつがこちらで、娘は90ぐらいなんですけど今回110で作ったんですよね。なんでこの胸周りがちょっと大きかったのでこんな感じで折ってここにリボンとかつけようかなっていうふうに思ってます。そしたら結構ねギュッてなって可愛かったです。で大きくなったらねこのリボンほどけばいいし、長く使えるような仕様にしてます。で裏はちょっとアンパンマンのボタンをつけて取らなくてもいいようにしました。大きくなったらこれは取ったらいいかな。めっちゃ汚れてる。一回着たやつなんですけどアンパンマンが前がいいって言ってこっちを前にしていろいろご飯食べたんですよ。めっちゃ染みついてる。ちょっと染み抜きしないと。この動画ではこのもともと作ってるやつをねちょっと直近としてこっからスカートになった分を作ろうと思います。それとこの内側をねもうちょっとクシュクシュクシュってしたいんで、ここをねもうちょっと大きくしてからね切っていこうと思います。はい、では裁断をしていきます。
接着芯をつけるんで一回り大きいサイズで切っていきます。もう一枚作るんですよ。そうそう、あの刺し子でねお洋服を作るっていうことを今やっていて、刺し子ってわかります？そう、なんか手仕事の極みみたいな、いいね、縫いにしていくんですけど、なんか縫いやすいように縫い方も工夫されてるみたいですね。で、刺し子をね教えている刺し子講師の方にこのねリネンの生地に刺し子を刺してもらって、で私が服を作るっていうプロジェクトをしてます。インスタでねいろいろ生中継とかしてあのやっていってるので、もしご興味があればインスタの方にね登録していただいて見ていただければなって思います。そうそう、だからその刺し子服でも作る使うからね、ちょっと大きめに作っときたいんですよ。バイアステープめんどくさいんで。ということで、バイアステープメーカーで両側を折ったら、あの半分にしてアイロンでかけていきます。次はね接着芯を貼っていきます。接着芯の裏表を間違えるとすっごい大変なことがあるんですよ。アイロン側についちゃうんですけどね。それが怖い方はあのクッキングペーパーを挟んでやると、あの失敗してもクッキングペーパーにつきます。一回やっちゃったんですよね。これが前で後ろでスカートで、そして襟と袖につけるバイアステープになります。パーツはねものすごくシンプルなものになりますので作っていきます。まずねこの後ろ身頃にこちらをねつけていこうと思います。後ろでこの U の字を縫って後ろにくるって返す状態ですね。すいません、さっきね並べてた時反対にしてしまってて、裏じゃなくてこの表カートね中表にするように見返しをつけてください。そしてこの、半分のところですね、この後ろ身頃を半分に折ってもらって、真ん中と見返しの真ん中がぴったりと合うようにつけてもらって、スタートになります。でこの U 字をねぐるーっと今から縫っていきます。で今からカーブなんですけど、このまま縫っていたらねだいぶ大変になっちゃうので手動でいいです。手動でやりながら上げて、で手動は大丈夫だわって方は一回こう踏んで、職業用ミシンだったらこの刺した状態で止まるんですけど、家庭用ミシン上に行っちゃうんですよね。針が上がっちゃうのか、これが本当になんか嫌で、針が上がっちゃうと次進むじゃないですか、前に。なんかすっげー縫いにくいんですよね。家庭用ミシンの方はこういう風に、うん、手動でこうくるくる回していった方がめっちゃあの楽にできます。こんな感じで白いから見えないと思いますけど、で、線を切っていきます。でこの下はあの字に切ってもらったら、はい、そして見返しの部分はっ処理するの忘れてました。はっ処理します。これが
縦読みシンでも大丈夫です。縦読みシンの場合はジグザグでね発射をしていってください。発射完了です。返してもらってアイロンで当てていきます。表側面からね折り目が見えないようにした方が綺麗になりますのでね。でちょっとシワシワになってるんですけど、今からここをステッチしていきますが、そのステッチするとねまっすぐなるんですよ。ここねぐるっと一周ステッチします。真ん中をね軸にして針を左にします。そしたらね平行にできる。こんな感じですね。ここがねすっきりなるんですよ。あ、またゴム忘れた。ここにゴムつけようと思ったのに、はい、ゴム挟むのを忘れておりました。ということでちょっとほどきます。後ろからつけてもいいんですけどね、なんとなくね。ステッチする前に気づきたかったな。これ一番上バイアステープで包むので、バイアステープを避けてつけた方がいいですね。よし、いい感じ。あ、ちなみにこれダイソーにあるね10個セットの輪ゴムなんですけど、ちょっと単価的には高くなっちゃいますけど、ピンクもないんで今また買うの忘れちゃいました。つけられました。もう一個使いますね。ゴミで捨て捨てしまいそう。次は肩をねやっていこうかな。肩をね端処理して、これも中表にくっつけてこう縫っていきます。端処理をして中表にしてつなぎ合わせてきました。表に返すとこんな感じですね。でこの両サイドもね端処理をしてます。じゃあ次はこの両サイドも端処理をして、中表にしてねつなぎ合わせていきます。こんな感じですね。で割っときましょうかね。じゃあこのスカートの縦の部分ですね、ここも端処理をしてつなげていきます。はい、輪っかにつなぎ合わせてきました。じゃあ今からね、このスカートとこの上をドッキングさせていきますので、スカートの方ギャザー寄せて、でここにくっつけていきます。ギャザーは縦読みシンの方は上糸を緩くしていって2本のラインを引いてください。でロックミシンの方はね簡単にできるので、ぜひロックミシンの方でギャザー寄せチャレンジしてもらいたいんですけど、送り目は4にしてもらって、かかり幅は私はね5でいつも一番ちっちゃいねところでしています。縦読みシンではね平行にするのがなかなか難しいところではあるんですけど、このロックミシン使うと強制的に2本のライン塗ってくれるのですごくいいですね。で分かりやすいように私はこの縫い目からねいつもスタートしています。でここ切ってしまうと引っ張れなくなるので、いいところミスロックをしてもらって、スカートの方を裏側にしてもらって、上のね身ごろの方は表側にしてもらってのドッキングしていきます。ギャザーの量は均一にした方が綺麗になるので、まず端っこと端っこをくっつけてもらいます。どこだ、端っこあったか。で4分の1と4分の1ですね、合わせてもらって、この4つの空間それぞれでギャザーの量をね均等にしていきます。
で2倍ぐらいだったら結構ギャザーが多くなってくるんですけど、 1.5 倍とかね、そんぐらいのギャザーの量だったら均等にしないと本当に割れちゃうというか、ちょっとどっかスカスカだったみたいな、そういうことが起こってしまうので気をつけてください。じゃあ家庭用ミシンの方は上糸のね、引っ張ってもらって緩い方があるので2本同時に引っ張って、ロックミシンの方は横の紐ですね、縦の紐を引っ張るとクシャクシャってなるので横の紐だけを引っ張っていきましょう。で家庭用ミシンの方はね、1本ずつ引っ張ってしまうとやっぱり強度落ちてしまうんですよね。で2本が切れちゃうともうそれで終わりで、もう一回やり直さないといけないので、もうすっごいショックですね。均等にするにはやっぱり平行にしないといけなくて、ガタガタしてると均等にねすることができないんですよ。ギャザーはうまくできないとかね、そういうふうなお悩みをよく聞くんですけど、もしかしたらその平行にしてる部分が平行になってない可能性もあるので、その平行にするラインも定規できちんとラインを引いてもらって平行にすることを意識してもらったらいいと思います。4箇所止めると4箇所均一にしてるかっていうのをチェックしないといけないんですけど、こういうふうにちょっと大きくなってくると、特に大人用の服とか4箇所でもね、やっぱり分かりにくい時があるので、そういう時は8箇所、8分の1ずつ待ち針で留めていってもらって、8分の1ずつ合ってるかどうか見てもらうっていうのがいいかなっていうふうに思います。はい、じゃあこんな感じですね。で全体的に見てギャザー均等かなっていうのを見てもらって縫い始めます。スタート部分がね一番ギャザー入りにくいんですよ。手でねやってもらったらと思います。縦読み芯の方は普通に縦読み芯で縫っていっちゃってください。ロックミシンの方もどっちもなんですけど、このギャザー寄せる時に調整してるのでね、このダイヤルをそれを元に戻してもらったらと思います。こんな感じですね。ギャザー寄せられました。ギャザーをかけられたら、私はねちょっとこの首元を長くしたので短くしますね。大きくしたからこういう風にやってるだけで、別に大きくしてないんだったらそのままやっちゃっていいので、このね変な手間はやらなくて大丈夫です。はい、じゃあ今からつけていきます。で初めですねは後ろからつけて前にやって、で前から縫った方が綺麗になりますので、それをやってください。巻きつけてもらってくるんと回すようにしていきます。でここが浮くと変な感じになるので、浮かないようにぴったりつけてください。でここがね浮かないように、端っこのところが浮かないようにくるんと巻きつけてもらって、で一つ目のねこの線が今ここにあるんですけど、これよりも内側を縫っていきます。5ミリにしたんで5ミリよりも内側です。で縫い代を割ってください。裏返してもらって、でこれをねくるんとしてもらって、余分なところは切ってもらって、で合わせていきます。こうするとね後ろのことは考えずにもう前のことだけを考えてね縫っていってもらったらいいので、まっすぐ縫う、まっすぐ縫うだけを考えてもらったらと思います。でね前面に待ち針を留める場合はね留めてもらったらと思います。ワイヤーステープの縫い合わせとかって結構大変じゃないですか。そういう時は後ろに一つ挟んでおいて、でくっつけて縫い始めます。でこことここをね切ってあげればいいだけなので、スムーズにいくことができます。で下を縫うのを忘れてた。この説明をしようと思ってたら下の方を縫ってからスタートします。
途中で5便がなくなっておりました。途中からね始めてもいいんですけど、この途中でね返し縫いするの嫌いなんですよ。なんでよいしょ、もうちょっとかな、糸を8センチぐらいちょっと抜いてもらって、でこの下の糸の方も出してもらって、でさっきのところあたりからスタートします。返し縫いをしないでねスタートします。ギリギリ見えるでしょうか、ここにね糸が出てるんですけど、よいしょ、糸と糸の間に針を差し込んでもらって2本同時に入れちゃいましょう。ここ針やないね、ちょっとで後ろをね玉結びでもいいし肩結びとかでもいいし持ってもらったらと思うんですけど、後ろの方ちょっとほどきすぎてたので、じゃあまとめて玉結びしちゃいますね。くるくるっと巻きつけた後に針穴に糸を通すことができれば、どんな短い糸でもね玉結びできるんですよね。なので針穴が大きい針を選んでもらった方がやりやすいかな。玉結びは中に入れちゃいましょうね。これで返し縫いなしでねつなぐことができました。やってみてください。はい、ではね次は袖の部分をやっていきます。でバイアステープをぐるーっと一周巻くんですけど、バイアステープのつなぎ目がこの後ろ身頃の方に来るようにねやってもらわないと、前からつなぎ目が見えて不格好になっちゃうので、この後ろ身頃の脇のここら辺につなぎ目が来るのが理想的かなと思います。ということでこんぐらいかな、後で調整したいのでね場所を余裕を持ってこんな感じでスタートしていただければと思います。まず初めに固定しましょうかね。でさっきの脇の V の字になってるところは、この脇をねまっすぐにしてもらったらバイアステープ普通につけていくだけなので簡単です。つなぎ合わせるので一旦切りました。でこっちが後ろですね。でここにつなぎ目を作りたいので下になる方を先に折ってください。で斜めの方がいいですね、下に折ってもらって、で上からかぶせます。で縫ったらこんな感じでつなぎ目が見えるようになりますね。まず下かぶるところを折る、斜めに折る、で上からかぶせるです。でここは斜めに切ってもらっての、上からかぶせてもらって、ほっとつけてもらって、こっちもね、いらない部分は後ほどカットしますのでこのままで。じゃあここのね、このピラピラはいらないのでカットします。でここら辺もね後からちょっとカットしていってもいいし、ここら辺切ってもいい。このつなぎ合わせの部分はどうしてもねちょっと太くなっちゃうんですよね、ふくってなるので、なんでなるべく太くならないようには調整してもらったらと思います。よいしょ、
これで塗っていきます。こちらが作ったワンピースになります。すごいシンプルなんですけど、すごい着てもらったら可愛いですね。バイアステープのつなげ目はね、後ろに来るようにしていて、下は2つ折りでも3つ折りでもいいですし、今回私は巻きロックの方をしました。あの巻きロック、これですね、すごい、まあ、ウーリートって言うんですけど、こういうものを使って、今回はこういう大きいやつを買ったので使ってみました。これ下に置いてくださいって書いてたんですけど、なんかブチブチ切れたので上にセッティングしたらなんかすごい不格好になりましたけど、ロックミシン持っている方は巻きロックの方はね、すごい簡単に可愛くできるので挑戦してみてください。2つ目のワンピースがこれで、さっきのはここからねフリルをつけたんですけど、2枚目の方はこれから下をね作ったやつになります。あとはね全部一緒かな。この色を変えるだけでもね、同じリネンなんですけど全然違いますよね。すごい可愛いです。そうで、これはね、あの後ろゴムにしてアンパンマンつけたんですけど、嬉しすぎて反対側に切るっていうことが起きたので、今回後ろはね普通のボタンにして、前にアンパンマンつけてあげようかなと思ったんですけど、ちょっとどこの位置にすればいいかわかんないんで、妹ちゃんと一緒に決めようと思います。2パターンできるようにね作っておりますので、どちらも作っていただければなというふうに思います。作りたいよとか作ったよとかコメント欄に書いていただけると私の今後の励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。これからも服作りに関すること配信していきますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。服作りのオンラインスクールでは、オリジナルのいい服が作れる方法っていうのをお伝えしております。スクールでお伝えしている内容をギュッと濃縮したオンリーワンの服が作れる4ステッププレゼントしておりますので、気になる方は概要欄よりお問い合わせください。それでは最後までご覧いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。